ドルスキ人会は、リトアニア南部のネムナス川沿いにある温泉街、保養地である。ドルスキ人会とも表記する。ベラルーシやポーランドとの国境に近い。人口は16、215人。リゾート地としての歴史は19世紀にまで遡る。ドルスキ人会は、ネムナス川沿いに面しており、町は川、湖、丘そして森林といった自然にあふれている。中世初期の頃。 現在のドルスキ人会のあたりにはバルト族の一派が住んでいたとされる。13世紀には同じくバルト族のリトアニア人によって統治され、ドイツ騎士団からの攻撃に備えるための小さな城が作られた。その城もドイツ騎士団に征服され、1308年に破壊された。その後、町はすぐに廃れていくことになる。今日のドルスキ人会が、 初めて資料に登場するのは1636年のことである。町の名前の由来はリトアニア語で、塩を表すダラスカで、これは町の住民に塩が貴重なミネラルであるから、貯めるようにと勧めていたことから名付けられたとされる。18世紀後半、ドルスキ人海の水に含まれるミネラルは健康に良いことが発見され、全息の治療に用いられるようになった。19世紀前半、 ビリニュス大学教授のイグナス・フォンベルガスは、ドルスキ人海の水の化学構成を分析し、多くのカルシウム、ナトリウム、カリウム、ヨウ素、シウソ、鉄分そしてマグネシウムが含まれていることを発見した。彼はまた、このドルスキ人海が、ビリニュス市民にとって良いリゾート地であると紹介した。ドルスキ人海を流れる、ネムナス川1837年。 ロシア皇帝ニコライ一世がドルスキ人会に温泉地としての資格を与え、それから木造のペンションや旅館が建てられるようになった。この温泉は旧ポーランドリトアニア共和国内の他の地域でも有名となった。1862年にワルシャーとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が開通し、その駅が町から 19km 離れた場所に作られた。 20世紀初頭までドルスキ人海の温泉は、この辺りで最も有名なリゾート地として知られるようになり、多くの観光客や患者が世界中から来るようになった。また、ビリニューズ、ワルシャはモスクワの中流階級の夏の別荘地としても利用されるようになった。第一次世界大戦後、この街はポーランド領となり、ポーランド三大リゾート地として知られるようになった。 ユゼフ・ピースツキが夏の休暇にここを利用し、さらに街の発展を促進したため、より一層の人気を博すことになる。その後、街のほとんどのリゾートは、ポーランド国営銀行に買収され、豪華な大邸宅やペンションが建てられた。1939年に、ポーランド領の半分がソ連に占領され、ドルスキ人会議がソ連領となると、白。 ロシアソビエト社会主義共和国への編入の問題が突きつけられ住民投票が実施されたが、結果、住民は白ロシア編入を拒否。1940年、ドルスキ人会は、リトアニアソビエト社会主義共和国に編入されることとなった。1951年から、町は、急激に成長し始め、療養所や温泉病院が開設された。そして、 ソ連中から年間40万人もの人がこの街を訪れるほどの人気のリゾート地となった。ドルスキ人会のウォーターパークソ連崩壊とともにリトアニア経済は打撃を受け、そのリゾート地も観光客不足に悩まされることとなる。2001年、ドルスキ人会の失業率は29%に達したが、その後自治体や民間企業による療養所や温泉施設、 街のインフラストラクチャーの再整備により観光客の数は年々増え続け、ドルスキ人会の経済は回復を見せた。2006年12月、ドルスキ人会にある聖教会の聖堂ドルスニキン会には多くの美術館や博物館があり、また様々なイベントが春から秋にかけて行われる。1896年から1910年にかけて作曲家であり、 画家でもあるミカロユス・チュルリオニスがドルスキ人会に住んでいたため彼にまつわるイベントが毎年定期的に開かれている。1985年から毎年秋に開催されている歌のイベントは世界の文学者からの注目を集めている。2001年ソ連時代の銅像などを展示したグリュータスパークがドルスキ人会郊外にオープン新たな観光地となりつつある。 2006年、ジュニア世界オリエンテイリング選手権が開催された。ありがとうございます。